路地の話。ストーリー、阿部光氏。出演、斉藤陽介。出張で生まれ故郷にやってきた。しばらく帰っていないせいか、ずいぶんと久しぶりに感じる。仕事の時間が空いたので、懐かしい場所を歩いてみた。坂の多い町、子供の頃遊んだ場所、道幅が狭く車が通れない路地がたくさんある。階段も多い。誰も知らない秘密の小道もたくさんある。さまざまな遊びの思い出が詰まっている小道をあてもなく歩いていた。ある家の庭にある見覚えのあるクスノキがそのまま残っていた。その懐かしく見事な様を見上げていた時だった。ガチャリ。どこかから鍵の音とゆっくりとドアが開く音が聞こえてきた。少し錆びついた蝶つがいの重いドアの音。なんだろうと思っていると、ふわりと風が路地を吹き抜けた。ザザザッと木の葉の擦れる音が広がっていく。いきなり道の角から子供の集団が勢いよく現れた。数人はいただろうか。今時にしては随分と元気のいい子供たちだ。私にぶつかりそうになりながらもうまく避けて走り去っていく。髪型も服装もなんだか懐かしい子供たちだ。手には銀玉鉄砲を持っている。あんなおもちゃまだあるんだな。いや、ちょっと待て。あれは五十嵐に、遠藤に、田辺、それに山下もいるじゃないか。そして一番後ろを走っているのは僕だ。私の横をすり抜けるときに横顔がちらりと見えた。あれは僕だ、間違いない。子供の集団は一段の風となって路地の角を曲がろうとしている。私は思わず小走りに彼らを追いかけた。唇が動いたが言葉が出てこない。どこからかドアがギギッと閉まる音が聞こえてきた。私は急いで角を曲がった。しかしそこには子供たちの姿はもうどこにもなかった。ガチャリ。再び鍵の音がした。風はもうすっかり止まっていた。私は肩で息をしながらその場に立ち尽くした。静かだった路地をゆっくりと街の騒音が満たしていく。今のは夢だったのだろうか。しかし子供たちの声はまだ頭の中にこだましていた。あの鍵を開けたのは誰だ。もう一度開けてくれないか。お願い、誰か鍵をもう一度だけ。